このピアス式の耳飾りなどが日本列島、それから中国の東北、それから東南アジアにかけて。広く広まります。だから交流がなかったわけじゃなしに。えー、まあ、広く交流はあったと思われますが。基本的にファッションの交流だけであるというね。この中国の農業を行う社会の中で、こう新たに生まれてきた理由でありますとか。え、さまざまな複雑な造形というのは全くこう。 広まらないっていうねなんか交流はあるんだけれどそ,のそれぞれの社会は独自の社会を生活を営んでるのでまあその装飾品の中の一番シンプルなものだけがちょっと広まっている程度であってそのやっぱりこういう玉文化の本質的なものは広まらないでさらには東アジアを越えたところとはほとんど交流しないこれがまあこの時代の交流の本質であって。